ゲラルト、残念だ。貴様が立ち会わずに済めばと願っていたのだがな。シリはどこだ？違うんだ。いいか、黙れ。戯言にはうんざりだ。武器を取れ、蹴りをつけよう。されると思うか。武器を捨てても無駄だ。一度は信用した。過ちは二度と犯さない。私は敵ではない。シリラを助けたいだけだ。ふざけるな。今さらお前を信用できると思うか。私の言葉なら信じる。アバラックの話は本当。塔を開く手伝いを頼んだの。中に入りたかったから。どうして前もって俺にその話をしてくれなかったんだ。ごめんなさい、そうするべきだった。でも理解してもらえないと思って。ユネファーと話してるみたいだ。一緒に帰ろう、頼む。ねえゲラルト、塔から出たら。もし出られたらね。なぜこんなことをする。ワイルドハントは倒したじゃないか。まだ白き霜がある。予言は正しい。氷に閉ざされる世界を見た。この先に待つ未来が分かる。白き霜を止められるのは古き血脈だけ、私だけなの。白き霜のことはいい。とにかく俺と一緒に来るんだ。ダメよゲラルト。私には何が起こるか分かるの。破滅が訪れる。世界が次々と凍りつき、全ての命が根絶やしにされる。それを止められるのは私だけなの。他のやり方があるはずだ。あなたはただのウィッチャー。世界の救い方なんて分かりっこない。私の物語なの。だから最後まで語らせて。シリー、それはダメだ。知ってるでしょ、規則を破るのが何より好きだって。これが規則を破るどころじゃない。